Check, check. Come check. お前なんだっけ秋葉サブロー。ああ、聞いた聞いた。サブローだったら兄弟いるんじゃないの。だから親父が北島サブローのファンで。ああ、聞いた聞いた。雑な親父だな。 死んじゃったしな。お前も寂しいもんな。一人ぐらいなんでもない。レジ、父さんが引き取んなきゃお前の友達刑務所から出らんないんだろう。父さんはな、株で儲けた金を 孤児育成に寄付しようとも考えてる男だ。はい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 は
埋めちゃえばいいのに。どうすんだプール2つも。ステータスだって。サブちゃんが泳ぐわよ。あ、サブちゃんって呼ばないでよ。あいつ嫌いなんだサブちゃんって呼ばれるの。ほら、だってサブちゃんって言ったらはいっていいお返事してたじゃない。幼稚園の時の話だろそれ。絶対サブちゃんって呼ばないでよ。わかった。ね、あんたも一緒に来なさいよ出院式。だからバイトなんだって。もうバイトバイトって。バイトなんかいいからこっち掃除手伝ってくれないかな。一回3000円。ダメダメ。5000円。金のためのバイトじゃないから。あいつと俺のためのバイトだから。ちょっと、このサイズで。あっち側をね。いい？よし。うお、それ。よいしょ。あ、カメ。あ、ほんとだ。よし！によく分かった、タクヤ。ガンダムジェイ！どこのカップ？時計案内しようか。
帰り。カラオケでも行かない？なんなら友達呼ぶし。来た、秋葉。秋葉元気？それがさ、サブちゃん動かないのよ。動かないって？固まっちゃってるのよ。怖いんじゃないの、少年院出るのが。わかった。4時までには行けると思うから、母さん帰っていいよ。お疲れ様でした。はい、お疲れ。今どこ？どうぞ。それを言えない。どうぞ。また迷子かよ。迷子じゃないよ。集合場所変更だろ。さすがだけ。ふざけんな。怒った。だから怒った。分かった分かった分かった。渋谷には来れたの？当たり前だ。3回目だよ。威張るな。近くに何が見える？階段上がったらね、パルコがあった。パルコだな。動くなよ。信号渡っちゃった。なんで？みんなも渡るぞ。何なんだよ。だって人さらいやったんだよ。何が見える？誘拐されそうになったの。何が見えるって聞いてる。何にも見えない。なんか探せよ。木。木？うん、木。なんだよ、木って。だって木。もう動くなよ。絶対動くなよ。他には？あ、NHK。もっと他には？だってだって。NHK だけ？他には？だから木。なんで？だってだって。だから一緒に行こう。やだ。もうしょうがねえな。ほら、ほら、ここ入れ。はい。やだ。友達大事だもん。光は我慢。どこ行くんだよ。帰る。駅こっち。パルコ行く。パルコはあっち。大丈夫かよ。カッペじゃないもん。ひかり、メールする。はーい。Thank you.
大丈夫ですか？大丈夫です。すいませんでした。タクヤのバカ。帰らなかったの？ここにいても仕方ないから帰りなさい、ね、あ、うち知らないよね。駅はね、田園調布、ね、行けばわかるから。大きく矢沢って書いてあるから。サムちゃんの部屋は拓哉の部屋の隣。寝るときは部屋のドア閉めないでね。我が家のルール。ね。コロッケ作ったから食べて。じゃあこれで必要なもの買ってね。あ、ちょっと待って。これ拓哉の荷物なんだけど、悪いけど持って帰ってくれるかな。拓哉の部屋に置いといて。はい。拓哉のバカ。お願いします。いただきます。
チンして食べなさい。金あるか？必要な時には言いなさい。ママにも取っとくね。ママ忙しいから。大変だね。うん。泊まっとく？帰る。おいしいね。うん。俺の息子。拓也。拓也。麻部ちゃん。来てくれたんだ。じゃあ交代ね。ちゃん、遠慮しなくていいんだからね。今朝あげたお金で好きな服買いなさい。はい。お母さん、他人がいるんだからさ、むき出しで金を置いてて許しなさい。こんなとこ行っちゃダメだよ。置いてないわよ。あの子は盗もうとしてた。それ私が渡した10万円きっと。なんでこんなとこ置いてんだ。返そうとしたんじゃない。謝っといてね、サブちゃんに。自分もやることないんだなってるよ。はい。はーい。拓也？お母さん？拓也、どこにいるの？俺だよ。俺って？俺？お父さん？どうした？うん、なんでもない。
そうか。あのほら、拓也のバイト先に電話しなきゃなって思って。うん、分かった。しとくよ。うん、お願いします。拓也、俺のこと藤村って呼んでくんねえか。秋葉三郎って俺はいなくなって藤村って男が生まれるんだ。藤村雄二、俺藤の花好きだし、藤のようにゆったりと花に酔いながら悠々と物事を収められる人間になりたいと思ってさ。藤村雄二の藤村は作家の島崎藤村からもらった。どう、拓也？バイト先電話してたぞ。みんな待ってるぞ。バイトで貯めた金父さんに投資してみるか。うん？ケチ。ケチは女にモテないぞ。それとメールだ。めちゃくちゃ来てんだ。読むか？光からだ。光。読むぞ。いいな。拓也のバカ、拓也のバカ、拓也のバカ心配すんな。女のバカは愛してるってことだ。父さんも昔一度に3人の女からバカバカバカって言われてな、俺は本当にバカなのかって思ったことあったよ。拓也のバカ、拓也のバカ、ほほほほ、この女お前にぞっこんだな。ああ、なるへそ。秋葉の相手やバイトばっかで大嫌いだってよ。女はこまめに相手しないとダメなんだぞ、拓也。大好き。お、出た、大好き。早く来い、人さらいにさらわれる。18歳のオフィショーにっこり笑った魂はどこに浮かぶか、あの雲か、だからかったパラシュート、希望の笛の高鳴り。バナナ食べる？うん。はい。バナナ。ナス。スイカ。かぼちゃ。羊羹。羊羹食べたいの？うん。
嫌い。ありがとう。初めて花束もらっちゃった。よかったよかった。ありがとう。うん。光ね、決心した。うん。光も拓也のロケットに乗る。拓也のロケット？秋葉くんより先に乗る。秋葉もロケットに乗るのか？約束したんでしょ？秋葉は自分のロケットがあるだろう。そうなの？持ってるだろう。男なんだから。男はみんな持ってる。じゃあ自分のロケットで宇宙に行けるじゃん。宇宙？うん。秋葉がか？うん。刑務所出てて？少年院でしょ。同じだろ。かわいそうじゃん、秋葉くん。かわいそうなもんか。自業自得だ。どういうこと？ダメだろ。少年院出て宇宙はダメだろ。どこならいいの？どこもダメだろ。ひどい、拓也。そのタクヤ嫌嫌われた。ごめんなさい。これは矢沢拓也の携帯です。うん。話してるのは誰でしょう。拓也なんか変じゃないよ。俺変だよ。なんだかいっぱい変。わかった。また喧嘩したの。誰と。あぶくゼニのギャンブラーと。誰それ。ほら、お父さんのことも忘れてるでしょ。大丈夫。うん、ちょっと頭打った。やだ、タクヤのバカ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 言うな。すぐ治る。うん。あのさ、うん、あぶくぜにのギャンブラーっていいやつなんだよ、本当は。秋葉のことだって引き取っただろ。ラッキーの香りでしょ。そんなことないよ。ラッキーは犬で秋葉は人間だし、餌代だけじゃ済まないんだぞ、人間は。そうか、10万円を1億円って言うんだから。本当は貧乏なのかな、お父さん。3億税金払ってるって言うぞ。嘘なんでしょ。嘘じゃないよ。やんなのくらい。まあいいや、お父さんのことね。もらっちゃった。ありがとうね。じゃあね、行ってきます。行ってらっしゃい。気をつけるんだよ。はーい、しおちゃんもね。はい。俺たちを宇宙に行く前、温泉行こうな。温泉。二人でゆっくり温泉。
俺さ、宇宙行くよ。頑張って宇宙行くよ。タクヤのロケットで。今切った。切るわけないじゃん。やっぱり種ヶ島のせいだ。ロケット飛ぶからさ、電波悪くて電話もメールもできないし。種ヶ島？うん。つくばじゃないの？まずは種ヶ島だ。だよね。すぐ帰るから元気でな。すぐっていつ？すぐ。忘れちゃうよ、タクヤのこと。困る。じゃあいっぱいメールちょうだい。だから種ヶ島ダメなんだよ。時々電話するから、いい子で待っててな。待てない。あ、そう。じゃあしょうがねえな。いやあ、じゃあ、合言葉決める？合言葉？うん。忘れても忘れられない合言葉。なるへそ。たくやはなるへそね。うん。あ、そう。じゃあね、うさぎは？いや。帰るわ。いや。今日のリージャ。じゃあタクヤは？キリン。何それ？いや。もうタクヤはなるへそでしょ？あ、タクヤはなるへそか。あ、なるへそなるへそ。じゃあお前は？お前だなんてズクッときた。光はピカでしょ？まんまじゃん。いけない？いや。じゃあ練習。ウサギは？ギャン。カエルも？ギャン。タツヤは？なるへそ。お腹が痛い。じゃあ怒りは？太陽。やだ、決まりすぎ。じゃあ勉強。太陽で我慢する。じゃあもう一回。ウサギは？ギャン。カエルも？ギャン。タクヤは？なるへそ。ギャン。ギャン。なるへそ。お前、なるへそになったぞ。お前の男中への彼女は太陽。ウサギはビャン、カエルもビャン、タクヤはなるへそ、光は太陽。これが合言葉だ。あの女、なるへそって言うと笑うぞ。宇宙飛行士になるんだろ？種ヶ島じゃなくて。
じゃあ、千羽鶴で持ってくれ。ええ？千羽じゃすぐ会えないじゃん。うん。じゃあ100羽。じゃあ、じゃんけんで光が勝ったら明日帰ってきて。明日？じゃあ、さて。うん、頑張る。じゃあ行くよ。じゃんけん。 死んだ。あ、本当だ。ああ、よかった。すごいって。ね。あれ？種子島も入れた？うん。島だからね。よく揺れるんだ。なるへそ、なるへそ。あ、また揺れた。え？こっちは大丈夫。よかった。光、元気出ろ。うん。 おばあちゃん自身大嫌いなの。ねえ、千代ちゃん。<笑>いけた。いけた。宇宙が夢か。夢じゃないわよ。 この子は宇宙に行く。ね。うん。ああ。じゃんけんしよう。ん？俺が勝ったら、拓也は明日目が覚める。お前が勝ったら、明後日だ。 お、秋葉何してんの？お前こそ何してる？お前俺のことずっと呼んでたろ。うん。<笑>うるさかった。うん。<笑>元気かよ。うん。<笑>そっか。 藤村。ん？<笑>いい名前じゃん。<笑>藤村雄二か。うん。俺はなるへそ。何ですね。<笑><笑>息子は？ 名前。ああ、こいつ？うん。お前つけていいぞ。盆栽。秋葉盆栽。うん。<笑>こいつもグレそうだな。<笑>温泉行こうな。 ごめんな。なんで？俺さ、本当は怖かったんだ、宇宙に行くの。
テレビでロケット爆発するの見てから怖くなったんだ。でもよ、お前のこと信じてないみたいで言えなかったんだ。ごめんな。タクヤ、ボンサーも連れてっていい？大変お待たせをいたしました。この度はご愁傷様です。こちらが故矢沢拓也様のお骨でございます。どうぞご確認ください。お若くいらしたのでとても良いお姿になられていると存じます。こちらがおみ足、こちらがお腕、こちらが椎骨、そしてこちらが何やってんだ君は。骨を戻しなさい。あん中暗くて狭いから嫌だろうなって。仕方ないじゃないか、死んじゃったんだ拓也は。私も嫌だ、お墓の中。宇宙でも負けに行くか。落ちる氷の上、目の前にて、この
の紙1枚を切ってお目にかける。1枚の紙が2枚に、2枚が4枚、4枚が8枚、1枚が16枚、16枚が32枚になり、春は3月ばっかの形、キラの菩薩は雪降りの形だ。このガマの油を取り、四方に鏡を立て、下に金網を敷き、ガマを追い込む。ガマは鏡に己の姿が映るので、己の姿を見て己と驚き、たらりたらりと、たらりたらりと油汗を流す。それを下の金網にて すき取り、柳の小枝でもって3、7、21日の間、とろーりとろーりと煮詰めたるが、このガマの油。お疲れた。ご苦労様。おう。そこ。はい。坊主、うちどこだ。うちどこだ。坊や、うちどこだい。明日もここでやってっから、母ちゃんにガマの油買ってって言っときな。母ちゃんにガマの油買ってって言ってきな。母ちゃんいないもん。じゃあ父ちゃんだ。父ちゃんも母ちゃんも写真にあって金のお家にいる。金？ああ、仏壇か。家には誰がいるんだい。じいちゃん。まあまあかわいそうに。おいで。父ちゃんと母ちゃんは坊や残してあの世に行っちゃって、さぞや無念だろうよ。父ちゃん母ちゃんに言ってやんな、おいらは大丈夫、父ちゃん母ちゃん頑張れって。頑張れ頑張れ、坊やも頑張るんだよ。うん、頑張る。いい子だいい子だ。行くぞ、タクヤ。
タクヤ、いいな。こんな海の底に一人でいるの嫌だな。ずっと一人なんて。海は冷たいし。よし、やめろ。海はやめよう。でもどっからでも見れるからな。拓哉一人じゃない。よーし、富士山行こさんはやめよう。このまま登ったら俺たちも死んでしまう。ああ、拓哉のことはまた考えよう。よし、飯にしよう。富士山っていうのはね、一合目から登ってこそ意味がある。油断はダメだ。君はどこ行きたいんだ。君は言い出したことだろ。行ってごらん。どこでも連れてってやる。いただきます。はい、召し上がれ。恐れ山に行きたいです。恐れ山？恐れ山なんて富士山に失礼だろ。さっき拓哉のことお願いしますといろいろお祈りしたばっかりだろ。ほら見ろ、富士山怒って隠れちゃったよ。すいません。まあいいや、後で俺が謝ってく。すいません。なんで恐れ山行きたいの？拓哉に謝りたい。母さんとも話したいんです。イタコって人がいるんでしょう。死んだ人と話せる。何考えてんだよ。拓哉の骨をどうしようかって言ってんだろ。第一、イタコなんて一家様に決まってんじゃないか。それにおじさんの仕事は1秒に何十億ってかかってんだよ。こんな遠いとこは無理だ。
食べなさい。食べなさいよ。分かった。ちょっと考える。そっけないもんだ、俺は。この頃が一番忙しい時期だったの。これ。ああ、これお父さんにもらった時、拓也すごく喜んでたね。うん。拓哉の絵とお父さんの絵そっくり。大人でこんな絵描ける人なかなかいないわよ。雑なだけだろ。何このおまじなあ、それからお水あげてごらん。みんな喉が渇いてるんだ。そして手を合わせてお参りするんだ。はいはい。お水を備えるだけじゃダメだぞ坊主。坊主んちの金のお家はお仏壇って言ってな。父ちゃんの父ちゃん母ちゃん、母ちゃんの父ちゃん母ちゃん、その後父ちゃん母ちゃんたちみんなのお家なんだよ。そっからみんなが坊主がいい子でいるか見てんだぞ。あれ、坊主んちの金のお家にはガラクタがいっぱい乗っかってんだ。他にもいっぱい積もってんな。坊主、帰ったら金のお家をきれいにしてやんな。そしたらみんなが気持ちよくなる。きっといいことあるぞ。おもちゃねだったりお金ねだったりするとがっかりされるぞ。ありがとうございますでいいんだ。ありがとうございます、それでいい。
いいか、今から言っとくぞ。男の人は恋人に毎日愛してるって言わなきゃダメなんだよ。そうしなきゃ光がいい女にならないんだよ。ママが言ってたよ。言ってみて、ならひそ、早く言ってみて、早く早く愛してるって言ってみて。愛してる。さあ、ダメダメ、もっともっとちゃんと言って。もう愛してる。もう一回言って、もう一回だけ。愛してる。ありがとう。愛してる。光も。おやすみなさい。いいじゃない、タクヤ喜ぶ。ヘリコプターにしようと思ったんだけどさ。いや、こっちの方が喜ぶ、ドライブ好きだったし。よし、地道に走って日本の春を満喫だな。うん、下北の春はすごいわよ。春と夏が一緒に来て花が咲き乱れて、まさに天国。天国行ってくる。行ってらっしゃい、気をつけてね。Thank you.
こちゃん。いやー最近おっかねえ事件が多いもんで、危ないもん持ってねえか皆さんに聞いてんですよ。ああ、これですか。ちょっと見せてくれっけ。おお、銀河の鉄砲ね。これは懐かしいな。その脇の文字の意味わかります？我々は自由と平和のために最後まで戦わなくてはいけないんですよ。マチンガンね。ナイフなんか持ってねえよね。ナイフ、いえ。見してみ。潰してやんのね。あれ、それ骨じゃねえのけ。何やってんだよ、タクヤの骨を。タクヤの骨。うん、ラッキータクヤっていう犬なんですけどね、もう死んじゃったんで、これから恐れ山に巻きに行くとこです。うん、恐れ山に。それ幸せな犬だに。それがあんだっけないんで。旦那さん、仕事は何だっけ。トレーダーです。何それ。年収はいくらぐれえよ。去年は4億5000万税金払いました。うん。どうも失礼しました。どうぞどうぞ。どうも。これ、僕がおばさんにもらったやつです。無礼だな、お前ってのは。これで拓也のことを犬にしちゃったよ。少年院出ててナイフなんか持ってちゃヤバいんじゃないの。はい、まあ歯潰してるからいいけどさ。拓也が潰してくれたんです。え、拓也に怪我させちゃって。チェックチェックチェック、どんなもんじゃん。チェックチェック。おじさんが儲けたら損するやつがいるんだよ。あぶく銭だ。幸せはみんなで分けないとな。俺拓也殺しちゃったし。君のせいじゃないよ。おじさんさ、どん底の時には笑うことにするんだよ。仕事でドカーンとやられた時にはもう大笑いや。ハハハハハハハつけるとき、ああだし、たちまちその切れ味を止め、押しても引いても切れません。といって生くらいになったのではないぞ。ああ、立ち合い、
拙者の腕で試してご覧に入れよう。この油グレッとするとどうなる。元の切れ味にもちょっと触ったばかりでこれくらい切れる。あーらしだ。こんな傷は何の造作もない。こういう場合は私このガマの油をここに塗れば、あーらしい、ピタリと違ったもん。一つけで足りないときは二つけつける。それでも止まらないときはしこたまつける。薬の重みで血を止める。さあお立ち合い。ガマの油の効能はお分かりになったな。遠慮はご無用。どんどん買っておいきやれ。ご苦労様です。おう、今日も上出来だね。そうかい。うん、すこぶる付きだよ。そうか。坊主、よく来たな。ありがとうございますって言ってるか。はい、言ってます。ありがとうございます。上目だけじゃダメなんだぞ。はい。秋葉くん、秋葉くん、ちょっとこっち来い。こっち来い。もっとこっち来い。秋葉君も元気出せ。一人じゃないんだから。藤村雄二になったんだろ。はい。これ持ってけ。はい。よし、いい子だ。いい子だよ。いい子だ、いい子だ。ありがとうございます。気持ちでいいんだよ、気持ちで。あ、これで足りますか。気持ちでいいんだよ、気持ちで。牛乳でも飲め。ありがとうございます。ごめんごめんごめん。テント狭すぎたな。でも三郎君に必要なのはスキンシップだってな。見たいです。森が俺たちに話しかけてる。ええ。本当に聞こえてんのかよ。おじさん、うん、テントの中で鉄砲撃つはやめてください。お願いします。
ここに書いてるのはな、我々は自由と平和のために最後まで戦わなくてはならないって書いてあるんだよ。
大丈夫かよ。おう無事だったか。お前も横になってみろよ。ああ、綺麗だろ。綺麗だな。ああ。お、今見てたか。クマがこうやって襲ってきたから、こうやって止め投げだな。とっさに技が出た。あいつメスだな、メス。俺に抱きつこうとしやがった。はい。おう。これはお前のだ。綺麗だな。こうやって違う角度からいろんなものを見る精神が人生には必要なんだ。チェックチェックカムチェックどんなもんじゃん。チェックチェックカムチェックどんなもんじゃん。売っちゃおうかな。
っちゃえ。行くか。よし。おぶってやるよ。いいよ、大丈夫だよ。遠慮すんなよ。重いよ。ああ。悪いな。よし。ちょっと景色が変わるよ。子供がおんぶおんぶって言うわけだ。いいです。もっとおんぶしてよかったな。ごめんな。寝てろよ。徳也、お前死んだんじゃなかったっけ。死んだよ。死んじゃったか。でもそばにいるだろ。ああ。サブロ君は徳也と中学まで一緒だったのか。いえ、幼稚園だけです。幼稚園だけか。はい。あいつ幼稚園の時、運動会に俺が行かなかったからふてくされて徒競走最後まで歩き通したって。本当？はい。そう。みんながたっくん頑張ってっていう中を最後まで歩き通しました。その時から俺あいつのこと尊敬してたんです。そうかい。すいません。一回だけだな、運動会行ったの。あいつもでかくなったから親なんかいらなくなったからだ。親はいらないですか。いる。このガマの油を取るには四方に鏡を立て下に金網を敷きそこにガマを追い込む。ガマは鏡に映る己の醜さに驚きたらりたらりと油汗を流す。
これお宅の自転車に？はい、うちの子の自転車です。秋葉サブロ？はい。あれ、サブロは？おう、今駐在所に行っと。なんでよ。いや、俺の顔見て逃げ出したからな。あ、大丈夫？なんで捕まえんだよ。な、何死んだ。これ、大麻じゃないでしょ。コシアブラでしょ。ほら、これコシアブラだ。天ぷらにすると美味しいんだよ。おばあさん、私はね、税金払ってるんだよ。5億6000万。俺、やっぱ少年から出なきゃよかった。あそこだったら変な目で見るやつはいないし、俺が出なきゃ拓也だって死ななかったし。関係ない。悪いけどさ、おんぶしてくんない？俺はもう生きてたってしょうがないし。そういうことは女ができたら言ってみろ。甘えさせてくれるぞ。俺、タクヤのことうざくて怪我させちゃって、俺少年院入ってやっとかったんです。うざいってことは本気で心配してんだってこと。俺のこと一番心配してたのに、俺分かんなくて。拓也じゃなくて俺が死ねばよかったんだ。死ぬんだったら俺が死んだ後だ。お前は俺の息子だ。お坊さんもコロッケいっぱい作ってくれたろ。俺なんか拓也の代わりになれない。やろう、代わりなんかじゃない。お前はお前だ。でも俺だ。死ね、早く死ね。そんないい加減で生きるんだったら死んだ方がマシだ。いい加減なんかじゃないです。いい加減になんか生きてないです。いい加減じゃなかったら初年なんか入るもんか。おじさんの方がいい加減だ。何？俺のどこがいい加減だ。おじさんは逃げてる。ヒカリって子に嘘ついてる。うるさい。お前に分かってたまるか。どちら様ですか？ああ、矢沢拓郎と申します。矢沢拓也の
父親です。はい。息子のことでお目にかかって、その報告とお詫びを。拓也は種子島ですよね。拓也は交通事故で頭を打って2週間前に亡くなりました。でも違うんです。拓也はもういないんです。すまなかった。今まで嘘ついてて。拓也はもういないんだ。なんで？だって今話してるでしょ。違うんだ、ごめん。だって話してるもん。君はそう言えなかった、ごめん。君なんていうなる人は嫌い。そうだな、光だな。うん、光。会いたいんだ。会いたくない。謝んなきゃいけないし。このままでいいもん。このままで話してるのが好き。でも光はいい。だって大好きなんだもん。うん、でも会って言わなきゃって思ったんだ。ごめん、今まで黙ってて。横須賀駅のそばの公園にいる。軍艦が見える。その公園で待ってる。ずっと待ってるから。光が会いたいと思った時来てくれないか。ずっと待ってる。光、光、
おじさんバカだからごめんな、ごめん。拓也、俺を少年院に迎えに来た時車にひかれてごめん。拓也、俺のせいで死んだんだ、ごめん。秋葉くん、ごめんな。拓也、こんなんなっちゃったごめんな。いいか坊主、忘れちゃだろうか。みんなのことを思い出したよ。それとお天道様に顔向けできないことだけはすんな、卑怯なことはするな。あとは元気にありがとうございますだ。見てるぞ、みんな見てるぞ。また会おう、達者で暮らせ。
ただいま。おかえり。渋谷地帯の前了解。お母さん、風呂行ってくる。おばあちゃん、うん、なんでもない。バナナ食べる？うん。誕生日だからこれでなんか買いな。誕生日じゃないよ。そうか。いいよ、いらないよ。そうか、いつだったっけ。今日はおじいちゃんの誕生日じゃん。へえ。そうか、儲かっちゃった。運と愛はラテンダーブルブロッサムザッツフローゼンフォースフロムオンザッツリスペクトファウルThrough thy and pain within your sinking wood, within your sinking wood, through thy and pain. じいちゃんが喜ぶんだ。ダメだ。ダメだ。泣いちゃダメだ。ばあちゃん頑張れ。うん、じいちゃんが泣いちゃうもんな。うん、ばあちゃん頑張れ。ひかりも頑張れ。Thank you.
ってくるわ。どうぞ。潜水艦。潜水艦か。すごいな。光のじいちゃんは潜水艦に乗ってたんだって。横須賀の海軍さんか。じいちゃんはばあちゃんの小島。かわいいばあちゃんだな。うん。ばあちゃんはじいちゃんのことが大好きで、いつもここで船を見てたんだ。でも今は足が悪いから。代わりに光が見てあげてるの。でもね、ばあちゃんはいつもじいちゃんの歌を歌ってあげてる。そうか。俺今歌ってくれ。やだ、恥ずかしいよ。ひかり。ん？ガマの油って知ってる？うん。よく知ってるな。うん、ばあちゃん子だから光。子供の頃さ、お祭りに来たガマの油売りのおじさんが、人は二度死ぬんだって話をしてくれたんだ。二回？うん。一回目は体が死んで亡くなっちゃった時、二回目は。その死んだ人を誰も思い出さなくなった時、本当に死んじゃうんだって。一回目の時、今まで使ってた体がなくなっちゃうからさ、すごく不安で怖いんだって。思い出してやれば怖くないの？思い出していれば二回死ななくて済むの？うん、だから俺たちにできることはいつも思い出してあげることなんだって。そうすればずっと生きてるんだって。生きて見守っててくれるんだって。じゃあじいちゃんはばあちゃんのこといつも見てるね。うん。Takuya も見てるかな。ああ、きっと見てる。タクヤのこと好きでいてくれてありがとう。ウサギは？キョン。カエルも。なるへそは？ひかり、ひかりは太陽。やっぱり決まりすぎ。ひかりちっちゃいでしょ。
拓也がポケットに入れちゃうぞっていつも怒ってた。光が死んでもずっと覚えていてね。絶対に忘れないでね。絶対忘れないよ。なんでいるの？ずっと待ってるって言ったろ。